い、どうもこんばんは、コアと着ぐるみです。いつも動画のご視聴いただきましてありがとうございます。ということで今回の動画はタイトルサムネイルにもあります通りピックアップガチャ、はい、こちらの方をまず完売していきながら、まあ、おすすめの粒なんかをね、前回の動画でも語ってますけども、はい、ご紹介したいと思います。はい、ドケチミッキーガチャ、いえ、違う。これ、わしは言ってないですよ。わしは言ってません。これ、TikTok のリスナーさんの言葉をそのまま読んだだけです。私は、運営さんの言うことは絶対やと思ってます。はい、運営さんがヘオコケといえば、私、喜んでヘオコケます。はい。ガチャ、いえ、ナイス。はい、というわけで、今回のラインナップ、めちゃめちゃ神神。はい、今回のラインナップ、こちらになっております。キチビッキー違う。だから、違うって言うてんの。はい、ツムリスト、はい、こちらの10体ですね。はい、ご覧の10体になっております。ハム、今回1体しかくれへんには、ドケチビッキーやな。違う。はい、ですね。で、スモールワールドミニが、ナミネと同じようなスキルなので、ナミネの練習台にはいいかなっていう感じなんですが、ツムのラインナップとしては、まあ、ハム、まあ、常駐ツムであるんですけども、コイン稼ぎに非常に優秀なツムぐらいですかね。今回、この中では、正直ね。はい、そしてラストショーは、王様になるのが待ちきれない、曲付きワンパクシンバということで、はい、この曲、ちょっと存じ上げない、どうなんやろ、ケチミッキーじゃなくてドケチミッキーだったら違う。違う、そんなこと思ってませんよ。はい、ミッキーさんはいつも夢を与えてくれてはる。はい、私はあなたが指示ならば何でも言うことは聞きます。笑うのごめんなさい。煉獄、教授ローやったっけこれ、あ、これね、煉獄さんみたいよね、確かに。はい、ちょっと煉獄さんみたいな、はい、感じになっておりますが、はい、じゃあ早速なんですけども、引いていきたいと思います。ピックアップガチャ購入、あ、まず、こちらの、リストですね。はい、常駐ツムの、この、カジモドさんと、ハムさんが、スキルマックスで、あ、スモールワールドミニまだ持ってへんかってんや。そうなんや。サブツムではあったので、ちょっと、意外でしたが、はい、とりあえず、引いていきたいと思います。はい。プレミアムチケットありがとう。はい、プレチケこのままもらっていいですかね。はい、はい、とりあえず、まあ、今回は、前も言いましたけど、ハムが欲しいか欲しくないか。はい、だけやと思います。正直、ハムが何回目で出るか分かりませんけども、はい、はい、ありがとう、スモールワールドに、違うスモールを繋げて、一緒の周りのスモールを消すよ。だからこれはね、ナミネと同じスキルなんですよ。はい、スキル2にはなるかな、大丈夫。はい、ケチケなのさすがに、ドケにドスコイミッキーやば。どういうことドケにドスコイミッキーで噛みすぎちゃう、それかそういうことがあるんやろ、この世の中に。うちが知らなきゃ。はい、オール。オールって常駐ツムちゃうかったね。はい、どうもお疲れ様、こんばんは。はい、マイドさん。マイドさんも、スキル4の半分ぐらいまでかな。はい、あとね、このグーフィーが曲付き。なんかな、今回曲付きで入っているので、はい、持ってない方はね、コレクションというのは、由来分かれるぐらいの、そうなんでしょう。レスキューレンジャーが出ると。ガストン、ガスト入ってへんの、残念ながら。出るかな、出るかな、ガストン出てくるかな、ちょっと最後まで諦めずに引いてみようかな。あ、ガストンはほんまに優秀なんで、はい、カブトグーフィー、はい、ちょこちょこ復活していくね。この音楽の。はい、次ですね。はい。あんま使うことないけどね。あと、5体かな。これ。ただのオールって、何やったっけ、全然覚えてない。オールチャーメーターの、ボムを出してくれる。はい、スキルで。意外とボム系ミッションだったりとか、使えるミッション多いですよね。はい、前で。はい、次に戻るか。これ45万コインって何重たいよね。でも、ハブアカもね、やってるから、45万コイン貯めるの結構しいんで、やっぱり、それなりに、コイン稼ぎができるツムがないと結構きついかも。プレミアムチケットありがとうございます。ということで、ピッパが、めっちゃ噛んだ。ピックアップガチャをすべて購入しました。ラストショープレゼントということで、はい、ありがとうございます、上さん。というわけで、では早速なんですけれども、このツムをゲットしまして、ツムツム、あ、これじゃない。これか。ピックアップガチャ。はい、スペシャルツムを受け取りました。受け取っちゃいましょう。ガストは残念ながら出ませんでした。はい、ワンパクシェンバー。スキル4の28番になりました。あんまりこの曲、馴染みなくない？ドケチミッキーまたね、違う。ドケチミッキーなんかこの世の中には存在しません。ミッキーは常に夢を与えてくれる存在。はい。では、早速、その、今ドケチミッキーって言いそうになった。違う、ワンパク。ワンパク。
あれ？わんぱく出てけへんの？シンバ？はい。わんぱくシンバ、数箇所プラス画面中央のツムを消すよということで、効果範囲がスキル4で L サイズになっております。はい。ペンネームドキチミッキーさんからもお便りが届いています。三回中の完敗というのは全キャラを揃えることですか、それとも全キャラをスキルマックスにすることですか、どちらも違いますね。それだから、ペンネームやばすぎるやろ。そう、わんぱくになってた。あ、わんぱくやった？これ何やったっけ？わんぱく？わんぱくちゃうの？わんぱくシンバじゃない？ワンパクで検索したような気がするんだけど。あ、でも出てくるか。あ、なんか違ったんかな。ドケチンバじゃない、違う。シン、もう、みんな、もうドケチ扱いするのやめてあげて。ワンパクごじって、あ、そうなんや、ごじってたんや。あ、失礼しました。ありがとうございます。はい、教えてくれてありがとう。きっと明日いいことあるよ。ということで、はい。では。ワンパクシンバ。はい。では、フルアイテムでやっていきますか。はい。スキル4です。はい。初見プレイ。数箇所プラス、何やったっけ、横ラインやったっけ。この粒、なんかこの粒最近サブ粒でめっちゃ出てくる。曲どう？いい？いい感じ？おー、なるほど。なるほど、わんぱく感が非常に、いいんじゃないでしょうか。そんな感想はある、わんぱく感が非常にいいんちゃいます。あー、これもうちょっとこのなんだかランダム消去がね、消去量が大きかったら、ね、タイム部分が狙えたんちゃうかなと思うんですけど、これスキルマックスになったらこの中央消去どれぐらいなんやろ。三階地の完売ネミを教えてください。完売道の完売ネミは、とても素晴らしいということです。はい、何やったっけ、ベスト、ベター、ベー、ベーにしてやったっけ。一番最上級、フォルテッシュも見たのです。それは、みんなの夢ですね。はい、三が日完売はみんなの夢です。あんまりしょうもないコメントしたら、これ全部 YouTube に残んねんから。前粒の振りがあんまりよろしくない。はい。はい、どうも、皆様どうもこんばんは。初見様どうもこんばんは。と最近の、まあ、これはね、一応、二段階消去系のチームやから、あまり文句は言えませんけど、この真ん中の中央消去もうちょっと欲しいなぁ。あ、スキル4やからこんなもんか。にゃーん！これきっとあれよね、今、新しいライオンキングの映画出るでしょ？シンバのお父さんの幼少期が舞台やったっけ？だからかな。なんか2400万で1日完売とか言ってませんでしたっけ？あ、それぐらいいるかも。26体ぐらいあるから。ってことはよ、7500万コインぐらいいるっていうことよね。3ヶ月でも完売しようとしたら。ギャーン！ギャーンっていうのが可愛いね。もう一回行くで。ああ、まあ、間に合えへんかった。まあこんなもんす。はい、こんなもんでしょう、きっと。はい。というわけで、まあ曲付きなのでね、はい、レア感ちょっとだけありますけど、はい、いかがだったでしょうか。はい、音楽ね。はい、なかなかいいんじゃない。はい、そして、スコア、コイン数、ご覧の通りです。はい、というわけでございまして、はい、いかがだったでしょうか。ワンパク信者、はい、曲付きでの初見プレイということで、はい、まあ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 、まあこんなもんです。はい、というわけでございまして、はい、いかがだったでしょうか。今回は、ピックアップガチャ完売、そして、ワンパクシンバ曲付きの、初見プレイでございました。